ただいまスタートしましたレースはレースナンバー102女子ダブルスカル準々決勝6組対岸より 2レーン富山県富山工業高校3レーン熊本県熊本学園大学附属高校4レーン島根県大津工業高校5レーン長野県岡谷南高校6レーン京都府伏見工業京都工学院高校7レーン和歌山県和歌山北高校以上6クルーです。このレースの1位2位が明日の準決勝に進出します。行われていますレースナンバー102の 500m 通過順位は6レーン、5レーン、3レーン、4レーン、2レーン、7レーン以上の模様です。150m 地点を通過しました。ただいま全クルーがフィニッシュラインを通過いたしました。正式な順位および結果は記録掲示板へ貼り出しますのでご確認ください。